こんにちは、速稼塾の久保です。今日もね、勝山安次郎さんの動画を見てですね、非常にね感銘を受けたといいますか、今回のテーマっていうのは、おそらくね、立花隆さんがコメントを NG にしているところに、立花隆さんのことをよく話題に出している勝山さんのところにアンチコメントが集中するんではないかなっていうことに対して、どんどんやってくれというふうにね、勝山さん言われてたわけですよね。例えて言えばですね、こう降りかかる矢のね受け止めをやってやるぜみたいな、俺は一歩も引かないぜみたいなね、そういうふうな侍魂を感じたかなと言いますよね。まあ侍ってものがどういうものか私は見たことないんで何とも言いませんけども、例えて言うならそういうことですかね。一歩も引かない精神でね、どんどん来いみたいな、もう逃げも隠れもしないぜみたいな、で男気を感じるなと。でこの勝山さんの動画の中に老害って言葉がねよく出てくるんですよ、今回の動画とか前回の動画。老害って言葉ですね。これは年を取った人が役に立たないよとかね、世間のお荷物だよみたいな、嘲笑する意味が込められている若者言葉なんだと思いますけども、まあ私ももう若者ではありませんけども、若者とちょっとね高齢者の間にいるその真ん中の世代として、私はね老害っていうものに対して逆にですね、老益というね、年を取って益という、そういうふうな概念を持ってるんですよ。老益です。多分これは検索しても出てこないと思うんですけども、私が勝手に、ね、作った言葉なんですが、老益っていうのは何かっていうと、年を取れば取るほど、確かにいろんな体の機能とかは衰えてくるかもしれません。そして精神面でもやっぱりね、衰えてくるところがあるかもしれませんけども、それは裏を返せば、若い時代にその方たちがね、将来の若者世代のために自分を使い果たしてくれた、その慣れの果てだっていうね、ちょっと言い方悪いんですけど、慣れの果てだということもできるんですよ。要するに自分の体力、気力、夢、全てをぶち込んで我々次の世代のために尽くしてくれた結果なんだと思うんですよ。具体的に言うと、私はね2つのことがあると思います。戦争を終わらせてくれたってことと、高度経済成長を成功させてくれたと、この2つにおいて返しきれない恩があるんではないかなと思いますよね。この2つのいわゆるね、益に対して、私は年を取った方、高齢者になった方、主に60代以降、100歳ぐらいまでかな、なんとも言いませんけども、その辺はくくりが難しいんですけども、老益という形でね、大いに賛美したいですし、心から感謝を捧げたいですし、そういう意味を込めて言えば、お年をね、取られた方、こういう言い方もすいませんけども、高齢者になられた方には、本当にね、豊かな老後を送っていただきたいですし、その少なくとも、なんていうんですかね、まだ、自分の人生という歴史も作れていない、若い世代の方にはね、こういう人たちに怒りや憤りをぶつけるのはちょっと筋違いかなと思うんですよね。私たちは、過去はあんまりないですけど、私たちって言い方あれですけど、若い人っていうのは過去はあんまりないけど、未来はものすごくたくさんあるわけなんですよ。その未来を人をバカにすることで使うのは非常にもったいないんで、人を励ますこととかね、俺の姿を見ろみたいなね、そんな生き方をすればいいんじゃないかなと思うんですよね。私もまだ何もできていないんですけども、少なくとも人の足を引っ張るよりも人を励ますことの方がなんか楽しいなと思うね、そんな考え方の一人でございます。そういう一点を捉えても、風山先生とね、気持ちをちょっと近づくことができるんじゃないかなと思ってますけど、いかがでしょうか。それですね、本日はちょっと口はばったいことを申し上げましたけども、いつもの通りね、風山さんの動画に感銘を受けたんで、こうやって勝手に喋らせていただきました。それではまた会いましょう。